新たに感染が確認されたのは、いわき市で36人、相馬市で32人、福島市で31人など、合わせて216人です。感染者の数は3日連続で200人を上回りました。また、前の週の同じ曜日を上回るのは7日連続です。入院は157人で重症はいません。病床の使用率は21.1%です。 感染が増加傾向にあることから内堀知事はきのうの対策本部会議で熱中症に気をつけながら基本的な対策を徹底するよう改めて求めています。